皆さん、こんばんは。こんばんは。ついに、ついに今日この日がやってきましたよ、皆さん。どうですか、興奮してますか？いや、ちょっと私はもう朝から興奮を高めているんですけどね。今日そう、朝からというのも、今日ね、お会いするのがもう2回目だよという方もいらっしゃるかもしれません。実は朝というかお昼の時間ですかね、実はアニメジャパン2022の方のステージにも立たせていただきまして、あけびちゃんのステージ立ってきました。いろいろお話もしてきました。そこで会った人はお久しぶりです。元気にしてましたか？ということで、今日はねちょっと実は違うところからお届けしているんですけど、変わらず楽しく元気にやっていこうかなと思います。よろしくお願いします。ということで、改めましてあけびこみち役の村上真夏です。本日いよいよテレビアニメあけびちゃんのセーラー服東京 MX 他での最終回第12話の放送でございます。いつもはですね、放送前に Twitter スペース、そして放送後に YouTube ライブを配信していたんですけど、まあ、今日はね、放送前に今回はちょっと特別に YouTube ライブをお届けしております。ということで、映像ありで頑張っていこうかと思います。あ、こんばんは。あ、 AJ ステージの方の感想は後でまたちょっと話そうかなと思うので、ちょっと楽しみにしていてください。そう、もう最終回ですよ。嬉しいわ。ありがとう、こちらこそありがとう。お、初めて生配信で見ました。そうか、配信でも見てくださった方ありがとうございます。 Twitter のも見たか。あ、そうそうそう、配信で見た。こんばんは。お、朝から高めておりますということで、ありがとうございます。そうなんです、ついにフィナーレを迎えるあけびちゃん最終回の放送前、みんなで盛り上げてどんどん気持ちを高めていきましょう。そしてですね、この後の第12話の放送終了後25時5分頃、日付が変わりまして3月27日の1時5分頃より、あけびちゃんのセーラー服公式ツイッターにてツイッタースペースをお届けいたします。そしてこちらですね、すでにお知らせもしているんですが、最終回スペシャルということで、ゲストに黒木みゆき監督、そしてシリーズ構成脚本の山崎里乃さん、アニメーションプロデューサーの福島さんの3名をお迎えしてツイッタースペースやっていこうかなと思います。なんと、そう、今まではそのキャストさんの方々が来てくださったんですけど、今回は初めてスタッフの方々に参加いただくということで、いや、楽しみですよね。なんかまたやっぱり違ったお話、その制作というかなんか視点からのお話とかも聞けたりするんじゃないかなと思って、多分ね、私もいっぱい聞いていこうかなと思いますし、皆さんもだいぶレアなお話が聞けるかなと思うので、放送終了後もね、もう本当お布団に入りながらでもいいので、耳だけはちょっとお貸しいただければなと思います。最終回の放送直後に皆さんと、そしてゲストの方々と一緒に感想を共有していきたいなと思います。スタッフトークやばない？そう、スタッフトークやばいですよね。私もだいぶ興奮しておりますので、皆さん一緒に楽しんでいきましょう。あ、今日はすごい、あの、大人がいっぱいです大人がいっぱいいるんです。緊張しちゃうわ。お、ラストが近づく。そうね、起きてる自信ね。いやいやいや、じゃあ、いや、ダメです、やっぱり起きててください。仮眠取ってとか言おうとしたけど、ダメだダメだ、起きててくださいね。そうそうそう、そうなんですよ、貴重ですよ。皆さん楽しんでいただけたらなと思います。そしてですね、このようにたくさん拾っていきたいなと思うので、ぜひ皆さんの感想をツイッターハッシュタグあけびちゃんのセーラー服でお寄せください。そしてツイッターでは感想投稿キャンペーンも実施しております。テレビアニメあけびちゃんのセーラー服公式ツイッターアカウントをフォローの上、あけびちゃんのセーラー服というハッシュタグをつけて感想をご投稿いただいた方の中から抽選で10名様に、私、村上真夏のサイン入りあけびちゃんブロマイドをプレゼントします。第12話は4月1日金曜日までの応募受付期間となります。今回の絵柄こちらなんですけど、だいぶねちょっと可愛いシーンなんですが、こちら一体どんなシーンなのか、どんなセリフの直後直前なのか、それは今日の放送でお確かめいただければなと思います
ますお願いします。そしてですね、冒頭でもほんのちょっとだけ触れましたが、本日はですねアニメジャパン2022内の AJ ステージにてあけびちゃんのステージを実施いたしました。おー拍手が浴びるぐらいの拍手ありがとうございます。なのでちょっとねそのステージの写真をほんのちょっと模様をね写真でお届けしたいなと思います。まずこちら出るかな。おーということで、もうこれは本当に入場直後みたいな感じですかね。入場直後、今日はですね給食班の4人で振り返りトークみたいなことをさせていただきまして、そうそうこんな写真ですよ。そしてじゃあ続いて、そうこうやって話しながらそれぞれのお気に入りのシーンについて語ったりとかもしたんですけど、そこでちょっと良かったっていうか、すごいこの時この日一番の拍手が起きた場面がありまして、それがこちら。そう紀藤あかりんさんがお尻と脇の作画がすごい良かったってもうすごい真剣な眼差しで語った瞬間に、もう本当にぐらいのみんながもうすごいもう手真っ赤になるんじゃないかぐらいの拍手をして、もうなんかそらさんも思わず一番拍手大きいみたいなツッコミをされてたんですけど、まあね詳しいところはちょっとねまだ配信ありますのでそちらも見ていただければなと思いますけど、行きたかった、あそう行きたかった方もねでも配信でもお会いできるのでそちら見ていただきたい。尻と脇さすが分かってる。そうで私もすごい共感してもめちゃめちゃ首を振りまくっちゃって、そうそこがいいんですよね、すごい人体のね構造すごいわかる。そうそうそうお尻と脇の作画それよ、そうなんですということでね。でステージ最後のあゲスト間違えちゃった、ステージ限定の最終回予告の方もねちょっとちらっと見させていただきまして、どうでした皆さん。本当にちょっと最後無音になるシーンがあったんですよ。そこは見ていただきたいなと思うんですけど、なんか呼吸をする音とかなんかもうちょっと体を動かす音すらもなんか立てられないぐらいのなんだろういい緊張感といいなんか空気感がすごい、その予告だけでもめちゃめちゃ伝わってきて、本当に私見た時呼吸を止めてすごいって思って、そうね最後の小道ちゃんのカットもすごい素敵ですし、ぜひぜひこれは見ていただきたいなと思います。そしてそうねステージのお話とかもしていきたいかなと思うんですけど、なんかこうやって皆さんの前ですごいたくさんの方の前でトークをするっていうイベント、私もすごい緊張しちゃって、もうそのなんて言うんだろう、セッティングじゃないバッティングじゃない待機する時のなんて言いましたっけ待機する時のなんとかティングみたいな英語ありません？ウェイティング分かんない、タイキング時間にタイキング時間にもう本当緊張の発散場所が分からなくて、もうずっとなんかもうはーってやってたんですよこうやって。そしたら隣にソラさんがいたんですけど、なんか新しいダンスの振り付けって言われて、あ違うですこれはもう緊張発散ダンスなんですって言ったら、すごいはって言われてちょっとねだいぶ混乱させてしまいました。そんなこともありつつ、でもすごいなんか私が緊張するんですっていうのを皆さんが分かってくださってて、すごいもう本当始まる直前まで声をかけてくださって、大丈夫だよ頑張れるよってかけてくださって、もうすごいなんてもう温かい現場優しい方々と思ってすごい幸せでした。そうね、あとソラさんがそうなんか多分すごいエリカちゃんのことが大好きなんですっていうのをずっとおっしゃられてて、それこそ今回のステージでもお気に入りのシーンを語るっていうところがあったんですけど、もうどんどんソラさんが早口になっていくんですよ。もうここが良くてここが良くてっていうのがもう熱を感じて、あー伝わってますソラさん可愛いって、可愛いなんて言ってちょっとおこがましいかもしれないですけど、なんか可愛いなと思ってずっと言っちゃいました。そうでもそう、それこそソラさんの話ではないですけど、こうやって給食班の4人でイベントに出させていただくっていうのは初めてだったんですよ。でもアフレコの時は割と
お会いできていて、何度かお話とかもさせていただいていて、でなんかそうやってたくさん会ってるうちに、なんか一番最初本当にもうアフレコ初期1話2話とかでなんかお話ししていた時よりもちょっとだいぶ距離が縮まったのではないかという、ちょっとね私が勝手に思い込んでまして、それがすごいなんか今日より実感できたのかな、すごい嬉しかったんですよね。なんかあけびちゃんも作中で友達をたくさん増やしていく、なんか友達100人できるかなみたいな感じで頑張ってたんですけど、なんかのキャストの私たちも少しずつ友達というのはやっぱりまだまだおかましいとなっちゃうんですけど、なんだろう、ちょっと距離を縮められていろいろお話もできるようになったのかなと思って嬉しかった。そうなんですよ、ステージが終わった後もなんかよかったねとか話をしたりとか、あの差し入れを見てどれが美味しそうとか話をしたりとか、ジュースがあったんですけど、なんか何個分の野菜フルーツが入ってるんだろうねみたいな、そういうくだらない話もできるのがいいなって思いました。え、でも伝わります、伝わってません、なんかすごいですよね、なんかすごい打ち解けられた、打ち解けられたって言ったのもあれですけど、打ち解けられてすごい私はなんかありがたいなって思いましたっていう話。そう、あと、あ、そうだそうだ、そしてですね、なんと今回あのヒロ先生の方からイラストもいただきまして、出るかな、映りますか、あ、まだか、ちょっとまだかも、あ、あ、映った、あ、ちょっと私の顔が本当にアップで恥ずかしいんですけど、あの絵の方を見ていただければと思うんですけど、そう、これをあの4人それぞれにあのヒロ先生からプレゼントをいただきまして、これもあのコピーとかじゃなくても本当書いてるんですよ、書いてて、なんだろう、間近でめちゃめちゃこんぐらいで見れる、あ、そう、こんぐらいで見れるんですけど、鉛筆の跡とかなんかインクの重ね塗りした感じとか、なんかツヤツヤ感とか、なんだろう、紙のざらつきみたいなのもめちゃめちゃ全部細かく見れて、これはカカホにしますみたいな感じで、なんかで、そうですね、可愛かったのと、なんか、あ、ちょっと、あ、これちょっとあれだ、言えない、言えないですよ、ソラさんが言った一言がすごい面白くて、あ、言えるかな、あのインテリアの話って言っていいやつですかね、あ、言っていいですか、あ、そう、なんかこのイラストを飾る時になんか家のインテリアと合わなかったらみたいな話をしていた時に、なんかソラさんが、いやいや、インテリアの方を変えるんで大丈夫ですよって言ってて、もうかっこいい確かその発想、いや、さすがと、私はいやいや、そんな合わないなんてことないみたいなことしか言えなかったんですけど、すごい、いや、このこれだわと思って、ちょっとこれから使っていこうと思いました使う機会ないかなちょっとなんか、あ、でもそうだ、私なんかも、じゃあもしいいこと、全然関係ないですけど、私今カーテンをずっと探してて、なんかカーテンのお店に行って、いやでもこれ結構なんかお部屋に合うかどうか、割と個性的なカーテンなんでねって言われたら、いや、このカーテンに合うようにインテリア全部変えるんで、かっこいいかっこいい。そう、でも私がカーテンがずっと、なんだろう、6ヶ月ぐらいカーテンを探してるんですけど、毎回あのこれにしようと思ったカーテンに1週間後によし買うぞと思うと、いや、これじゃないかもと思って、本当にずっとカーテン買えなくて、今私窓3つある部屋に住んでるんですけど、その3分の2カーテンがついてないっていう、そうなん、何にもなくて、でも隣あの人が別に住んでいない空き家なので、もういっかなみたいなあ、ちょっと道路に面してるところはカーテンをつけていて、そうなんです、なんで買わなきゃなと思う、まあ、そんな話は置いといて、そうですね、ステージの裏側のエピソードなども、本当の、あ、今日私あの衣装をさっきあのひろ先生からのイラストの時に写ってた衣装とかもあるんですけど、そう、今日もちょっと着てるんですけど、中にやっぱりあけびちゃんといったらセーラー服じゃないですか、なので私は割とのイベントとかがある時はセーラー、セーラー襟の服を着るようにしてるんですよ。で、ちょっとそれがね、皆さんに伝わっていればいいかなと思うんですけど、今日はそのセーラー服の
でちょっと制服っぽさもある洋服を選んでみました。どうでしたか？可愛かったかな。可愛い、あ、すごい、ありがとうございます。届いてます、ありがとうございます。優しい拍手。でもそう、なんか他のキャストの方々もなんかキャラをすごい意識された洋服とか髪型とかで、皆さん愛があるんだわと思ってね、楽しかったです、幸せでした。そうね、裏側のエピソード、あ、ちょっと私が今日緊張しつつも一笑いステージ前にお届けできたところがあって、なんかマイクを受け取るんですよ。そしたら暗い中でマイクを受け取るんで、マイクにめちゃめちゃライトが当たってたんですね。でマイクがめっちゃ黒かったから光を吸収してめっちゃ北海道になってたんですよ。で触った瞬間に、あ、あったかいって私が言ったら、皆さんが、え、かわいいって言ってくださって、なんか嬉しかったなんだこれっていう、まあそんな感じもありつつ、まあね、あ、そうそう、まあ予告も、そう、ここ限定の最終回予告もありましたし、ほんと皆さんの熱いね、あの推しポイントとかも大興奮の、もう鼻息荒い私が見れるかもしれないので、ぜひぜひこちら見ていただきたいんですが、この AJ ステージ、ファストチケットを除くアニメジャパンの本日3月26日分の入場券をお持ちの方は、なんと3月29日火曜日23時59分までアーカイブ配信でご視聴いただけます。ということで本当にもうすごい楽しかったですし、めちゃめちゃ頑張って話しましたので、ぜひ皆さんに見てもらいたいので、アニメジャパン公式サイトより詳細をご確認の上、ぜひ絶対必ずご覧ください。お願いします。すごい、今からでも買えるのって、今からでも買えるんですかね、難しいんですか、ちょっとわからないので、すみません、調べてくださいそう、キュンキュン、そうそう、見返します、見てください。ちょっと皆さんのコメントも確認しつつ、アーカイブ見ないと裏話だ、そう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 、もう一回見よう、見てください、本当多分いろんな発見があると思うので、作品と同様たくさん見てほしいなと思います。ではね、この後いよいよ放送開始となる最終回第12話の情報を紹介していきたいと思います。まずサブタイトル、第12話、一人じゃないんだ。あらすじいきます。夕日に染まった狼狽学園の校舎、体育祭は無事に終わり、後片付けをする生徒たち。誰もいない静かな教室で、体操着からセーラー服へ着替えた小道には、高野祭でのダンス披露という大きなイベントが残っていた。トーコに背中を押され、緊張の面持ちで一人ステージに立つ小道。すると小道とは別にもう一つスポットライトが照らされる。振り返るとそこには、ということで、そこには何が立っていたのか、ぜひぜひ放送を見ていただきたいなと思います。別に怖いものではございません。ということで、まず先行場面カットを見ていきましょう。こちら、そうね、もう前回第11話でみんなでね、バレーボールの練習もしましたけど、それが思い出されるね。え、かわいい、体育祭閉幕、着替えて高野祭へ、だってかわいい。でもここ来た人は多分もう着替え終わってね、来てる、廊下に貼ったりもしてるのかな。では続きまして、あ、これ予告の方にも入ってましたよ、多分このシーン入ってたかな。なんか多分トーコちゃんと小道ちゃんの足、緊張してるのかなみたいな、かわいい、いや頑張ってほしいね。ちょっと多分ね、まあどのカットかちょっとまだわかんないんですけどね。では続きまして、トーコちゃん、あ、ちょっと手前は小道ちゃんかな。このさ、トーコちゃんのさ、そっか予告も、あ、ちょっと予告はまだもうちょっと後だ、そう、まあ予告も後でちょっと予告の時に出しますわ。トーコちゃんがかわいいんですよね、すごい大人っぽくていい。では続きまして、おー、人たくさん、めっちゃいる。いや、そう、ここで小道ちゃんが披露するんですよ、こう野菜。すごい、え、なんかさ、これどこに誰がいるとか探すのもめちゃめちゃ楽しそうね。なんかすごい後ろまで細かくそれぞれみんなが書かれてるから、この中からお気に入りの子を探すとかいうのもいいかもしれない。みんなで一斉のせて誰が一番好きか指さそうみたいなゲームもできます男子高校生って言われちゃった
そっか、まあ、皆さん楽しんでいただければなと思います。そして5枚目美しい。いやもうほんと何度も言いますけど、あけびちゃんって目の作がほんとすごいんですよ。すごいキラキラで、なんか立体感も感じるし、なんだろう、目の水晶玉でしたっけ、あ、水晶体も感じる感じがして素敵。ぐちゃぐちゃやばい、まあすごい可愛いのでぜひぜひ見ていただきたいなと思います。そしてね、すでにご覧になっている方も多いのかなとも思いますが、改めて次回予告の方も見ておきましょう。こちら、汗は平気、放送部の呼びかけがあったら登場だからね。緊張してる？大丈夫、あけびちゃんならいける、私も応援してるからさ。はい、ということで、そう、さっき言いたかったことが、予告でね、とうこちゃんが喋ってるんですよ。しかも他の回の予告とは違ってもずっととうこちゃんが喋ってるんですよ。でこれは誰に向けて喋ってるのかなとか、それこそ相手の声が入ってないから誰に向けて喋ってるのかな、どの場面で喋ってるのかなっていうのもめちゃめちゃ想像も膨らみますし、音楽もねちょっといつもと違ってしっとりめで、なんか最終回なのかなっていう風なちょっとね気持ちにもなる、そんなすごいね特別な予告で、これだけでもなんか涙がくっても心のダムが決壊しそうなぐらいね来ますよね。ちょっと皆さんの感想も、そう、それ、この予告素晴らしい、そうそう、とうこちゃんの語りがいい、小道の緊張が伝わる、そうね、うさぎちゃんの語りがグー、そうなんですよね、優しい、そうそうそう、あ、ここで木崎さんじゃなくてうさぎ原さんっていうのがいい味出してる、そうね、なんかすごい、とうこちゃんってめちゃめちゃなんか2話とかだとすごいなんか割と元気な子なのかなって思いつつ、どんどん話が進んでいくうちに意外と優しいところがあるんだなとか、めちゃめちゃ空気が読める、周りが見れる子なんだなっていうのが分かってきたりして、どんどんねそう好きになっていくんですけど、そう、これなんかとうこちゃん以外にも言えるんですけど、あけびちゃんを見てると、その回を追うごとにどんどんなんかキャラクターのいろんな面が見えてきて、どんどん、あ、この子ってこういう魅力もあったんだっていうことがすごい分かってきて、すごいいいなと思います。それこそこういう話もちょっと今日のステージの方でもしてますので、気になる方は見ていただきたいなと思います。え、ヒロ先生も予告に反応してた、わ、嬉しい、そう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 、そうなのって、タオル用意しよう、確かにタオルとスポンジですよ、タオルとスポンジがあれば涙すべて吸収されるので皆さんお願いします。もういいね、そうね、そうそう、たくさんね皆さん本当に期待していただいて、もうすぐ涙が拭ける状況を作っていただいて見ていただければなと思います。ということでお楽しみに。ではここからはお知らせのコーナーに行きたいと思います。まずテレビアニメあけびちゃんのセーラー服ブルーレイ& DVD 第1巻は4月27日に発売となります。そして AJ ステージでお知らせしましたが、この第1巻の発売を記念したリリースイベントを6月12日に開催することが決定しました。ありがとうございます、びっくり、嬉しい。こちらのイベントにはですね、私村上真夏と天宮空さん、そして斉藤鹿さんが出演いたします。こちらの参加についてですが、対象法人にてあけびちゃんのセーラー服ブルーレイ DVD 第1巻をご要約お買い上げいただいた方に先着でイベント応募チラシが進呈されます。その応募チラシに記載の手順でご応募いただいた方の中から抽選でイベントへ無料ご招待となります。ということで、こちらのね詳細は公式サイトの方をご確認していただければなと思います。ということで、この鹿さんと空さんとの3人は初めてですね、3人きり初めてなので、ちょっとどんなイベントになるのかめちゃめちゃ楽しみですし
ね、それこそもう全部放送が終わった後ですから、もう多分いろんな話もできるんじゃないかなと私もすごい楽しみにしております。そう、楽しみにしていてくださいね、みんな。あ、すごい皆さんも楽しみだよって。そうそうね、確か私も皆さんにお会いしたいです。そう、たくさん楽しみにしていてください。ということで続きまして、楽曲情報です。先週お知らせしましたが、この後まもなく、もうあと30分後ぐらい、日付変わって3月27日日曜日より、エンディングテーマバトン、そして第4話で放送されたエンディング、あけびちゃんの縄跳びテーマ風に任せてのダウンロード&ストリーミング配信スタートいたします。わー、嬉しいですね。まあこちら、まあ12時ぴったりに配信はされるんですけど、この後最終回を見て、そしてツイッタースペースにも参加していただいて、その後にですね、ぜひ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 聞いていただければなと思います。もう思う存分も心よくまで聞いていただきたいなと思います。本当にすごい、ちょっと私も歌っているんですが、すごくいい曲だと思いますので、ぜひぜひ聞いていただきたい。え、それこそさ、バトンなんてのスペースも終わって、これから眠りにつくぞっていう時にも聞きながら眠っていただければ、もう極上の子守歌になると思うので、聞いていただきたいと思います。あ、いいな、これからバトン聞きながら寝るっていうのもいいですね。まあ楽し、まあご自由に皆さん聞いてください。続いて第12話の放送&配信情報です。この後24時30分から東京 MX、 群馬テレビ、栃木テレビ、 BS11 にて、27時からは MBS にて放送開始、そして25時からは D アニメストアにて最速配信がスタートいたします。また日付変わりまして、3月27日日曜日には23時10分から BS 朝日での放送、3月29日火曜日正午12時からは各種配信プラットフォームにて順次配信開始となります。皆さん、視聴録画予約の準備はお済みですよね、聞くまでもないですよね。ということで、こちらツイッターハッシュタグあけびちゃんのセーラー服での感想の投稿もお待ちしております。お願いします。あと1時間、おー、あと1時間で放送始まる、緊張しますね。まあでもすごい楽しみましょう、一緒に。そしてもう今1100人ぐらいの方が見てくださっている、ありがとうございます、嬉しいよ。たくさん皆さんとね、ちょっといろいろ興奮していきましょう、高めていきましょう。もう最終回早い、あ、住んでるよって、ありがとう。そうね、最終話リアタイ、ヒロ先生もリアタイするってね。あ、これはそう、リアタイするらしいので、ちょっとネタバレかな、まあ、大丈夫ですかなので、ちょっと、まあ、皆さんで一緒にリアタイしましょうね、感想みんなで共有しましょう。このきっとあけびちゃんのセーラー服のハッシュタグをつけていたら、皆さんが何検索したら一緒に感想もね共有できると思うので、お願いします。もう始まってしまう、楽しみ、ワクワク、ドキ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 。お、ということで楽しんでいきましょう。続きまして、グッズ情報です。4月9日から26日までの期間中、新宿丸井アネックス7階ザ・キャラショップにて物販イベントが開催されます。こちら手でハートを作る小道ちゃんが可愛い書き下ろしグッズということで、書き下ろしですよ。ちょっとさっきなんかスタッフさんも、いや、これは絶対行かなきゃなって言ってて、私も絶対これ行かなきゃなと思っております。だって可愛くない？すごいよ、ハートだよ、なんか無邪気ですし、可愛い、ハート上手だね、可愛い。いやー、いいですね、スカートもなびいて、髪の毛もなびいて、こちらすごい。お、デフォルメのグッズがたくさんご用意されてるということで、すごい。しかもノベルティーまである。いや、もうこりゃもう行かないなんていう選択肢はないかもしれない。さすがに可愛すぎる。可愛いかい。あ、やっぱり皆さんも可愛いが、やっぱりあけびちゃんは可愛いと尊いだからな、行かなくては。めっちゃ可愛い。可愛いですね。ということで、ぜひぜひ皆さんゲットしていただければなと思います。そして本日よりアニメジャパン2022グッズの受注が開始されております。あけびこみちの思い出のアルバム風詞お冊子と
ビジュアルアクリルボード全3種になります。こちら AJ ステージでも飾っていましたが、なんと現物がございます。なんとっていうかもうずっと見えてました。こちら第1弾第2弾第3弾のね、あれです。何でしたっけ、ビジュアルアクリルボードで、キービジュアルだ。そう、第1弾第2弾第3弾のキービジュアルがデザインされておりまして、これさっき私がやってたんですけど、こうやってやるとなんかまるで自分の手の上にこみちちゃんたちがいるような感覚にも浸ることができますし、確かにですよね、なんかほら撫でたりもできるっていう、こちらもなんかまあ自由に楽しめる、多分楽しみ方は無限大、人の数だけあると思うので、たくさん楽しんでいただければなと思います。そしてそう、アルバム風小冊子がね、まあ、こちらにあるんですけども、全部見せちゃうとね、ということで、ちょっと私がさっき私のちょっと皆さんに見ていただきたいなというカットをね、1ページだけ、見開き1ページだけちょっと厳選しましたので、皆さんに見ていただけたらなと思います。こちらってやっても、これ YouTube だから止めたらすごい見れちゃうんですよ。だからちゃんと見せます。かわいい。なんとこれは第6話ですかね、エリカちゃんとコミチちゃんがね、2人でお出かけをする、釣りをする、そんなお話の回のところでございます。こうかな、かわいい、かわいい。そう、てかテレビとかで見てると、なんか首をこうやって傾けたりしないとさ、この角度で見るのはすごい、違うわ、テレビってこの角度だわ。はい、まあ、楽しんでいただければなと思います。そう、これなんか1枚でめちゃめちゃ大きかったりもするし、なんか可愛い小道ちゃんがもう、なんて言うんだろう、この1ページ中にバーっているところもあって、本当に楽しいので、ぜひぜひお願いします。そして釣りといえばね、皆さん見ていただけましたか、真夏の宿題その4、そらさんと実は釣りに行ってきたんですよ。ありがとうございます。わー楽しかった。そう、あの日すごい楽しくて、ちょっとまあね、その釣りがどうだったかっていうのは本編の方を見ていただきたいんですけど、私もそらさんと釣りができると聞いてからもめちゃめちゃ楽しみにしちゃって、すごい楽しみだったんですっていう、中身もない話を今してますが、でもそう、あの日すごいちょっとまあ寒かったんですけど、寒いと逆になんか魚って活発になるみたいな噂も聞いて、そらさんと、いやこれは私たちちょっと今日釣れるかもねっていう風に話していました。それとそう、そらさんの服ちょっと見てほしいんですけど、原作、あ、そうそう、アニメの方で、もうなんでさっき、あ、そう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 、あ、映ってなかった、ウェーダーっていうなんかね、ウェーダーっていう服をエリカちゃんが着てるんですよ。で、ソラさんがあの日オーバーオールを着てたんですけど、え、それもしかしてウェーダーですかって言ったら、そう、ウェーダーっぽい服を着てきたんですって言ってて、気づいた、あれ、うわ最高私と思って、最高ソラさんと思って、すごい、そういう服装にもちょっと注目していただきたいなと思います。いろいろね、釣りもしながらお話もしたりしてね、楽しかった。そうで、あの日以来なんか釣りにちょっと私は目覚めてしまって、釣りの楽しさを知ってしまって、なんかいつかね、釣りとかも個人的にでも行けたらいいなってちょっと思っているだけです。いつか行けたらなと思います。そう、でも本当にすごい多分楽しい内容に、多分絶対楽しい内容になっていますので、ぜひぜひ、そうだ、じゃあ今日このスペース終わって、 YouTube ライブ終わって、アニメ見て、スペース見て、バトンとかを風に任せてを聞いたら、 YouTube の方を見ていただければなと思います。たくさん本当見てください、お願いします。はい。私のちょっとすいません、腕が、ごめんなさい、ごめんね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 、こういうこともできます。はい、アニプレックスプラスにてこちら
4月10日日曜日までの予約受付となります。お見逃しなく。ということで、ちょっとすごい焦ってしまいましたが、以上お知らせでした。あ、続く。ではここで、あ、間違えちゃった。ちょっと焦りがすごい。ということで、なんとですね、この YouTube ライブもそろそろ終了のお時間となってしまいました。ということで、すごい、そう、あ、落ち着いていきましょう。ありがとう、落ち着きます。でもなんか生って感じしますよね、こういうの。自分で言うんかいって、こういうの多分周りの人が言わないと良くない。そう、そうです。もう、はい、もう何も今頭が書いてないですって。台本によかった、ちょっと話すこと書いといて。ということでですね、そうそう、ちょっとここからなんかフリートークっていう欄があるのでしていこうかなと思うんですけど、今日ちょっとね、冒頭とかなんかほどでもお話ししましたが、AJ アニメジャパンに私行かせていただいていて、実はそのステージの前後で、アニプレックスさんのブースの方にも実はちょこっと行かせていただいたんですよ。で、多分公式ツイッターの方に写真とかも上がってますよね。てるんですけど、そのあけびちゃんのブースの、あけびちゃんのところに行って写真とかも撮らせていただいて、すごいね、なんかたくさんの方がのこみちちゃんとかあけびちゃんたちのものをなんか見てくださってるのがすごい嬉しくて、あー、なんかこうやってリアルでやっぱりなんか見てくださってるっていうのが実感できて、すごい楽しかったです。なんかそれこそ、なんだろう、一枚一枚本当に細かくなんか写真を撮ってくださってる方もいらっしゃって、そう、丁寧にすごい写真撮ってくださってて、もうめちゃめちゃ嬉しくて、なんかそうニヤニヤしちゃって、ちょっとブース行ってよかったなと思いました。そうね、すごい可愛かったね。それと皆さん知ってるかな、なんかそのアニプレックスさんのブースの中にデジタルフォトスペースっていうところがありまして、なんとね、なんかいろいろキャラクターがいるんですけど、その中から一人お気に入りのキャラクターを選んでツーショットが撮れるんですよ。すごかった。私もちょっと実際撮っちゃったんですけど、なんかめっちゃ興奮した。なんかね、すごい本当にまるで隣にいるかのような感じで見えるんですよ。でしかもデータでももらえて、なんでちょっとね、すごい大切にしようかなと思います。本当いろんなキャラクターもいましたし、あけびちゃんのセーラー服だと給食班の4人かなと撮れ、誰かと撮れるみたいなので、ぜひね、お気に入りのことを撮っていただけたらなと思います。私はまあこみちちゃんと撮ったんですけど、ちょっとね、こみちちゃんのポーズを真似して撮ってみました。意外とそう、並んだ時にこみちちゃんと背がなんか似てて、まあ、そのなんて、おへその上ぐらいからしか映ってはないんですけど、そこが似てて、なんかちょっと嬉しかったりもしました。ぜひぜひ皆さん、明日もありますよね、きっと。なので明日もあると思うので楽しんでいただければなと思います。そして恒例の今日のご飯の話を今日、あ、もう朝から行こう。そう、ステージの前にまずパンを食べました。のパンがめっちゃ美味しくて、カレーコロッケパンとハムチーズクロワッサンとジャムパンを食べて美味しかったんですよ。あ、でもちょっとずつですよ、ちょっとずつですけど食べて美味しかったのと、で終わった後にすごい濃縮フルーツジュースみたいなのも差し入れてくださって、ブラッドオレンジのジュースを飲みました。ブラッドオレンジが 3.1 個入ったやつ、めちゃめちゃ美味しかった。本当見た目はトマトジュースでした。美味しかった。最初トマトジュースかなと思って、ソラさんにこれトマトジュースですかって聞いたら、いや、ブラッドオレンジって書いてあるよって言われて、書いてあった正解で。そうで、あとなんか桜っぽい感じのお弁当も食べましたよね。もう美味しくて、桜の花が多分3つか4つ入ってて美味しかった。あ、塩漬け、桜の塩漬けが入ってて美味しかったです。え、あ、そうだ、私最近知ったんですけど、桜と梅と桃の見分け方って知ってます？知らないですよね。なんか桜って花びらの先端がこうやって折れてるんですって、ハート型みたいに。で、桃は丸くて、そう、梅が丸くて桃が尖ってるらしくて、でさらに桜は一つのところにいっぱい花が生えてるからボハボハボハってなってて、桃と梅は一つに一つらしい。
これで皆さんもあのマイスターになれます。ちょっと明日友達に自慢してみてください。お願いします。そして、あ、そうそうそう、まあ、それお昼で、そう、今日のも先ほど食べた夕飯の前にもちょっとお好み焼きを食べて、ちょっと小腹が空いたのでお好み焼きを食べてきて、で先ほどあのお弁当をいただいたんですけど、今日すごい実は楽しみにしていて、実は前回の配信の後にスタッフさんがあの一番好きなお肉の部位ってどこですかっていう質問してくださったんですよ。で私はちょっと、え、これはもしかしてこれはあの言ったものがあの来週あれもしかしてご用意されるのかなとか思い期待を込めつつ、あのタン、ハラミっていう答えたんですよ。そしたらあの今日本当にあのタン塩レモン、レモンタン塩のお弁当用意してくださってて、もありがとうございます、ありがとうございます。もうすっごい美味しかった、すっごい美味しかった。そう、レモン、レモン塩なのかな、塩がちょっと粗塩でめちゃめちゃ美味しかったです。そして今この私の斜め右前にまだお菓子があるので、ちょっと後で楽しもうかなって思ってます。今日はそんな食事をしてきました。そう、嬉しい、やったやん。あ、そう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 、そう、タンとハラミ美味しいですよね、嬉しい。あ、スタッフさん優しいなって、ありがとうございます。本当に、あ、どういたしまして、書いてある。いや本当ありがとうございます。いつも本当に美味しい。え、しかも今日なんかめちゃめちゃお弁当の種類も豊富で、すごいなんか選べますよって言われたんですけど、私はタンク好きだからと思って、タンって言ったらなんとラスイチのタンだったらしくて、すごいちょっと申し訳なさがありつつも美味しくパクパクと食べさせていただきました。ということで、すごいいろんな話をしてきましたけどもね、もうね、そろそろお別れのお時間ですかね。お、もう1200人ぐらいのチェックの方々ありがとうございます。嬉しい。もう1200人にただただ私のご飯事情をお話しするなんて、もう本当もう贅沢な時間の使い方だ。ちょっと、お、やばい、あ、ちょっと気をつけます、マジで太るぞって言われちゃったから、ちょっと本当に運動をたくさんして頑張っていこうと思います。美味しそう、美味しそう、違う、美味しかった。そう、終わらないね、名残惜しいですけどね。まあ皆さんにもいろいろやっぱりアニメ放送前に準備もありますでしょうし、見る体制を整える準備もあるでしょうしね、まあたくさんちょっとここら辺かなと思いますが、この後本当にもうちょっと、あと何分ぐらい、40分ぐらいですかね、45分ぐらいで最終話が始まります。皆さんね、なんかこうやって11話12話まで駆け抜けてきて、すごいこうやって配信とかもできてすごい楽しかったなと思います。まだこの後スペースの方もあるので、そちらでもたくさんお話ししていこうかなと思いますけど、こうやって皆さんとリアルタイムでなんていうんですか、時間を共有できて、感想もこうやっていろいろ意思疎通ができて、すごい楽しかったです。バイバイって言いたくない、まだバイバイは言いません。スペースがありますし、アニメの放送もありますのでね、そうですよね。ということで、なんかちょっと寂しい気もする。いや寂しくないな、楽しいな、楽しいけど、感情って、そう、私なんか昔養成所の時にあの講師の方に言われた、感情はマーブル模様だって言われたんで、一つじゃないって言われてるんで、やっぱり寂しいもありつつ、楽しみ、喜び、満腹とか、そういう気持ち待って、はい、まあ、いろんな気持ちとともにアニメ見ていこうかなと思います。本当にすごく多分ね、皆さんの期待を超えられるような12話だと思うので、ぜひぜひ見ていただいて、この後もたくさん楽しんでいただければなと思います。こちらもよろしくお願いします。ということで、以上、あけびこみち役の村上真夏でした。ご視聴ありがとうございました。この後の最終回第12話、私もリアタイで視聴します。一緒にあけびちゃんたちを見届けましょう。そして放送後はツイッタースペースでまたお会いしましょうね。ということで、また後で。